さあ続いてはイベントのお知らせです。こちらもなんと3人の皆さんが登場でございます、おなじみホームタウン実行委員会のメンバーです。はい、じゃあ私の前の千秋さんから自己紹介どうぞ。はい、千秋淳之介と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてホームタウン実行委員会事務局長の千田雅子です。よろしくお願いします。はい、そしてはい、ホームタウン実行委員会実行委員長の斉藤恵子です。よろしくお願いします。斉藤さんさ、あのスタジオ入ってきた時はちょっと声枯れてたけど、はい、今マイクに乗せたらそんなにおかしくないですよ。酒焼けしてるみたいな声じゃないですか。うん、なんかあの酒とタバコで苦労した女みたいな。かっこよく言えばマリアンのフェイスフルみたいな。昔のミックジャガーの恋人。あ、若いんで分かりません、ごめんなさい。あ、もう今すっげーばあさんです。まあ、こっちを言っておいて。すいません、褒めたのかけなしたのか全く分かんないですよね、全然。はい、はい、すいませんでした。コメントしづらい。ということで今日は一応、はい、あの千秋さんを中心にじゃあ、はい、お話を。そうなんですか。はい、聞いてまいりましょう。はい、聞かれば2012のイベントがなんと今度の日曜日、はい、あさっての28日、はい、高岡市の町中で高町中心に行われます。はい、はい、タイトルは、タイトルはキカレーマ2012そこたら10プラス2ライブでございます。このそこたら10の10が数字の10なんですよね。はい、でプラス2で10たす2だから12。はい、ライブが12箇所はいある、そういうことです。ということですね。はい、高岡に12箇所もそんなところありましたっけって言っちゃいけないですよね。あるんですよね。あります。じゃあ、 あの純不動で教えてください。はい、はい、まず駅前の方から、はい、ルッソさん、ダイヤモンドヘッドさん、ジャカッセさん、それから高町バー翔太郎さん、うん、テムジンさん、ジャムハウスさん、それからアクアビットさんですね。はい、それからですね、駅南の方、あ、訂正します、あとデュオさんもありましたね。はいはい、駅前で、で駅南のコラサンドブラジルさん、はい、それから上北島の方、ね、方で石地音楽スタジオの広間であります。はあ、はい、はい、それから野村のテナーさん、はい、それから伏木の海岸通りさんで実施します。なるほど、はい、いわゆるまあ、高町周辺じゃなくて駅南も入るし、はい、それから上北島、野村、伏木、はい、の国分、はい、ここまで全部入れて12箇所、はい、そうです。これは全部回るのは多分人間的には無理ですよね。そうですね。いや、回っていただければ斉藤さん、はい、あんたまた驚しいことをおっしゃいますが。で当日ですね、出演者のタイムテーブルっていうのを、はい、各全会場のやつを一つに集約したプリントをお渡しするんで、来られた方はどっかお店行けば、はい、そこでもらえる、はい、はい、それで好きなアーティストこの人がここで出るんじゃないかっていう時には、うん、まあ会場を移動してもらって見ていただくこともできます。はいはいはい、まあ高松周辺はね、それこそ歩いて行ける範囲内ですから、はい、例えば遠いところの方は自分家に近い上北島の方近い思ったらそこから行けばいいし、はいはい、不思議の方は当然海岸通りさんから行っていただければいいしという、はい、そういうような形でもいいわけだ。はい、なるほど。いやでもこれ何時から？一番早いところで海岸通りさんで14時から。ああ助かりますわ。はい、こういう時間からだったらいけますもんね。終わってからみんな6時から始まるとかね、はい、言うんだったら大変ですもんね。海岸通りさんが2時。はい。はい、それから。コラサンドさんが17時からですね。はい、それからあとだいたい6時頃からぼちぼち始まって、一番遅いところでも8時頃からですね。うん、まあでも高松周辺は7時6時7時8時といっても、はい、見て順番に1時間ごとに回っていけば、はい、確かに回れますわね。はい、最低でも 3,4 軒回ろうと思ったら回れますもんね。なるほど。いやこれはしかし忙しいイベントですね。そうですね、お客様が忙しいイベントですね。そうそうそう。どういう方々がどういうところでどんな演奏をするか少しでも、はい、なんか参考になる範囲で教えていただけますか。はい、ですね、まず14時からの
アコースティックカフェ海岸通りさん、こちらの方はですね、まあ昔前ラジタカでもお世話になってた御玉の高くんが、はいはい、ナビゲートという感じで、まあ4組ほど、演奏されます、はい、その中で夏の七夕祭りで、優勝したスローシェルターさんって、アマチュア音楽選手権、はい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 、はい、当事業であった、はい、それのグランプリの方が歌っていただけます、あのこのまっちゃんの、そうです、お兄ちゃんの松本隆弘さんがゲストでいらっしゃった、はい、あのイベントですよね、はい、それからですね、次に、まあ、駅前のジャカッセさんでは、うん、先ほどの御玉の鷹と、あとスピーディーの山本武さんが、はいはいはい、メインとなって、やってもらいます、うん、それからその次にアクアビットさん、こちらの方は、はい、小泉幸之助さんや、はい、ゆり子さんはい、が出られるようになってます、はいはい、アクアビットはの末広センタービルの中ですからね、はい、そうです、はい、新しくできたお店で、はいはい、それからルッソさんですね、うん、先ほど海岸通りに出てもらった優勝者のスローシェルターさんとか、あ、なるほど、はい、そうかそうか、海岸通りが終わってからこっちに来れるから、ルッソさんでも、はいはいはい、あとコロキュー君とかエルビス、エロビス、エロビスヨネタさん、ヨネタさん、はい、名前がもうすごいですあとウーキーズさんと出てもらえます、はい、それからダイヤモンドヘッドさん、うん、お好み焼き屋の友屋さんのビルの3階に位置している新しくできたライブハウスなんですけれども、はい、こちらの方にあゆりもとさんや、北陸でベンチャーズでナンバーワンと言われるタウンビーツさん、お、はい、あと小吉バンドさんや、富山の村門さんとかでようやられてるモジョリズムさんが出られます、うん、はい、それからバー翔太郎さんの方は、うん、ギバー&マリリンさんや笑顔が好きさんと高岡でいろいろ頑張ってらっしゃるアーティストさんです。あとテムジンさん、テムジンの4階の部分をまあこの企画のために提供していただいてですね、はい、はい、で普段はやってない店舗を使わせてもらってライブさせてもらいます、うん、はい、こちらの方はですね、今闘病中の桑名正宏さんがすごく可愛がってた弾き語りの男の子の金沢の大大君という子が来られます。あと山中温泉から草原というアーティストで、菅氏香夫さんや、うん、山崎正義さんのプロデュースをされた高橋良一さんという方から高評価もらってるアーティストさんです。はい、それからジャムハウスさんは独自企画でアイバップさんというジャズバンド、はい、それからデュオさんの方は こちらの方はもうバンド形式ということで、ミシシッピーステッキーズさんがメインナビゲーターみたいな感じでやってもらえます、はい、あとミルキーウェイさんですね、あ、はいはい、あとコラサンドブラジルさんの方は、うん、布上智子さんがナビゲート、智ちゃんがナビゲート、はい、歌わんのか自分では歌います。あ、歌うね、はい、それでまあブラジル料理のシェラスコを食べながら、はいはい、皆さんでセッション的な感じのライブイベントになります。なみんなで食べて踊って歌ってもらえるようなイベントになってますね、はい、はい、いやーこれは今聞いただけでもなんかお腹いっぱいじゃないですか。お腹いっぱいですねあと石地、うん、上北島の石地雑学工房さんの広間で行われる方は、うん、先日小矢部のクロスランドのタワーで、はい、デビューされた、大巻エッコさん&仲間たちと、はい、それから、夏のアマチュア音楽選手権で松本隆弘賞をいただいた無限工房の無限工房の東君っているんですけれども、はい、そちらの方が普段やってらっしゃるユニットの無限工房で出られるということですね、はい、それからあと野村のテナーさん、パンダパンダ
パンドさんという パン屋さん、はい、なんかパンダ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 、本当にパン屋さんみたいな名前ですね。パンダパンダでもすごいしっかりしたバンドなんですよね。はい、素敵な、はい、とにかくあの皆さん今聞かれたと思いますが、気をしっかり持ってご参加ください、はい、体調と、それからあの精神をしっかり持っていただければ3、4件は回れるはずです、はい、あとちょっとのお金ですね。そうですね、はい、あとはあのどこで沈没するかは皆さんにお任せいたします。で、全店飲食店ですので。そうですよね。そこでさせていただくので、あのそこのお店さんの売り上げにもやっぱり今日、はい、あの、はい、貢献していただけると嬉しいなと思います、はい、もちろんでございます、はい、まあ、美味しいもの食べたり飲んだりしながら、はい、あのちょっといくつか回ってどっかでここでじっくりと沈没していただくというふうにね、決めていただくのが一番いいんじゃないかと思いますんで、はい、早いと一番早いところが午後2時からスタートする不思議国分の海岸通りさん、はい、で、一番遅くてもジャムハウスさんの8時かな、はい、ってことですね。大体全てこの時間帯に固まりますので、はい、その間うまく高町を中心に移動をなさってみてください、はい、まあ友達同士あっち行って、はい、こっち行ってって回ってみるのもよろしいんじゃないかと思います、はい、まあ、迷った時にはですね、駅前通りみんな電柱にこのそこたら12のライブのチラシが貼ってありますよね。はい、はい、それは助かりますわ、はい、びっくりした、駅前通りの電柱登って上から見たら分かるとか言われたらどうしようと思ったんだけども、いやいや貼ってあるんだったら大丈夫です。それもまた一つの手かもしれない、一番高いところ登ったらみんな動いてるのが見えるからそういうことではないんですよね、はい、音も聞こえるんですねで私たちスタッフはあの、はい、オレンジ色の T シャツもしくはピンク色のジャンパーを着てますので、分からないことがあったらスタッフに集めてください。まあ、あの夜の時間帯寒いと思いますので、じゃあピンクのジャンパー目印に行っていただければ迷うこともなくなると思います、はい、お店がわからない場合もそこで聞いていただければ大丈夫ということですね。ピンクのジャンパーの人間に聞いていただければ、はい、じゃあ10月28日午後から夜まで、そこたら10プラス2ライブ、はい、こちらでお楽しみください、はい、じゃあ千秋さん、千田さん、斉藤さん、どうもありがとうございました。一応あの35、15分の斉藤さんのタイムに合わせて終了させていただきました。じゃあ明日までの準備もあると思いますので、はい、この後も頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ホームタウン実行委員会の皆さんでした。ありがとうございます。